はい、2020年4月6日、ウェブ朝倉学校理科の、編です。で、本日は、世の中的に重要な、非常事態宣言が出される方向になったということと、船橋で、もう感染者が増えているという状況などについての報告は、まあ、これが発信した後にまた、やりたいと思います。はい、まあ、非常事態宣言出されますけど、私たちは、それを受け止めて、この危機を乗り換えるために、まあ、一緒に頑張っていきましょう。それでは、2020年ウェーバー桜学校の4月6日で、理科で、今日は昨日まで人体の仕組みの話を中心にしてきたんですが、ちょっと目を転じて生き物の体の中の窒素と窒素の循環の話をしたいと思います。はい、それでは今日の、話は一つ一つ深めると、まあ、それぞれが深い話があるんですが、まあ、今日は概略を、ご説明するというところを中心にしたいと思います。はい、窒素、私たちの体の、とか栄養の一番の主成分というか、そのタンパク質とか炭水化物とかそういうものの分子の骨組みを成しているのは実は炭素なんですね。炭素です。で、炭素の鎖が私たちの体、生き物の体を構成している生体構成物質の骨組みになってます。ただ、それの次にというか、まあそれと同様に非常に重要なのが窒素なんですね。で、窒素というのは空気中に漂っている、まあ、窒素、これ N2 の形で漂っている窒素は、まあ、直接生物の体の中に入り込むことは一部の生物はやってますけどあまりないんですが、生態系の中を循環している窒素分は実は私たちの体のに取り込まれていくんです。さて、それで、生態系における窒素と炭素の流れをちょっと注目してほしいと思います。で、実は農業で CN 比という言葉があるんですね。 CN 比、 C はカーボンで炭素のこと、 N はナイトロジェンで窒素のことです。で、例えば、農家が農業やる時の土壌の成分で C と N の比率が非常に重要な、その土地の土壌のその性質の論点になって、まあ、これだけじゃ説明できないところもあるんですが、重要な論点となっているということで CN 比という言葉が農業であります。つまり炭素と同様に窒素の存在が生き物にとっては重要なんですね。で、それで炭素系の生き物の中での動きをこの図では黒で書いてあります。で、そして窒素系の中では赤で書いてあります。それで整理をしておきますと、私たちは二酸化炭素と水、CO2 と H2O と水ですけど、二酸化炭素と水を、私たちとか植物が二酸化炭素の水を取り入れてグルコースを作ってくるんですね。ブドウ糖、デンプンなどを作ってくれます。で、それを私たちは食べていくんですが、その、取り込んだものをそのまま素材にして作ったものが炭水化物、あるいは糖質と言います。で、これを少し変化させて、まあ、実はここら辺の式は本当はすごい複雑な式が、特にここら辺とかは複雑な式があって、本当はこんなに 一本線の矢印でいくほど単純じゃないんですが、まあ、素材がどこから来たかということで非常に単純化させていただきますと、この炭素系のグルコース、植物が光合したグルコースを動物が食べて、炭水化物の成分にしてるんですね。そして脂質もそうなんです。脂質もそう、 CHO を中心の、まあ、炭素と水素と酸素はここら辺に全部入ってますので。ところが窒素だけは、このグルコース系、光合成系だけではできないんです。じゃあどうするかというと、基本的に NO3 とか NH4 というのはプラスというのは硝酸イオン、アンモニウムイオンということです。で、これが土壌とか水の中に溶け込んでるんですね。土の中とか水の、まあ、正確に言うと土の中の水分や、まあ、水、例えば海だとか川だったら水中に溶け込んでるんです。で、それを取り込んだ上で、これ、まあ、植物があるんですが、アミノ酸にしてくれます。植物がアミノ酸にしてくれます。で、そのアミノ酸を動物が食べて、まあ、そのアミノ酸を素材にタンパクができたり、あるいは DNA とか RNA などの核酸ができたりする。
まあ、これここは本当こう単純でもないんですが、まあ非常に大雑把に言うとこういう流れ、つまりこれ窒素が必要なんですね。タンパク質と核酸には DNA、RNA、窒素が必要です。だからタンパク質って私たちの体で酵素とかさまざまな重要な働きをしているもの、それからあと遺伝子ですね、遺伝子のグループには窒素が必要ということで、窒素は欠かせない元素なんです。さてその窒素が、生態系の中でどのように動いているかということなんですが、炭素が循環しているという話は結構小学校でも環境の授業とかで、まあ、最近やるようになったんじゃないですか。地球温暖化の問題もありますし、ところが窒素の動きというのは炭素に比べてあまり、その最初のうち学ばなかったりするんですが、二酸化炭素と炭素の動きはだいたい空気中とこの植物がいる土壌表面をこう行ったり、この空中と土表面を炭素は行ったり来たりしてるんですね。一方窒素はあまり空気中、まあ、空気中の窒素も一部使われやすさがあるんですけど、空気中と土壌表面を行ったり来たりしてるというよりも生物体内と土壌の間を行ったり来たりしてます。でまず動物がいて人間がいて、まあこれ人間がいて、その肺遺体とか排泄物とか糞尿とか死体がありますね。でそれが土壌小動物に分解されます。これ赤は窒素の流れです。この中にあった窒素分が土壌小動物とかに分解されて菌類細菌類が分解して実はアンモニアになるんですね。でアンモニアが土壌中の細菌の力で硝酸になる。でその硝酸になったものを植物の根が吸収して再びこうぐるぐる組み立っていっていってアミノ酸の素材にするんですね。でアミノ酸の素材にしたものをまた動物が食べてます。あでちょっとアミノ酸とタンパクについて結構世の中的に誤解があるので言っておきます。アミノ酸っていうと動物が作ってるというイメージを持ってる人がいますけど、実はアミノ酸を作ってるのはほとんど、植物なんですね。で植物が作ったアミノ酸を動物が濃縮してるだけですので、まあ植物は炭水化物のイメージ、澱粉のイメージあると思いますけど、同時に実はこの窒素同化という仕方で土壌中のアンモニアから変化した硝酸イオンを受け継いで、アミノ酸を作っているんですね。そして植物自身の生命活動に使うと同時にそれが動物に取り込まれて私たちのタンパクになっていくわけです。さてその循環の中に実は私たち人間の生活もあります。で実は今、私もそうですけど、皆さんも在宅の時間が増えると、まあ、家で、おトイレとかに行く時間も増えたり、してると思います。そうすると、私たちの生活が水循環ですね、水道から供給されて、そして下水に流れていく、水循環に支えられていると。そして私たちの廃棄物が、その下水処理によって、まあ、持ち去られて行ってくれるということを、日頃より実感してる時期だと思いますので、じゃあ私たちがトイレとかでした屎尿はどうやって処理されるかというと下水処理場に行きます。で下水処理場はまた炭素と窒素の話に戻るんですけど、その糞尿とか屎尿とかその料理くずとかの中に入っていた、生き物由来のものですね。ほとんど私たちの排泄物も含めて生き物由来のものですから、やっぱり炭素と窒素という論点で見るんです。で炭素は実はゾウリムシとかのこのもともと下水処理場に住んでいた原生動物たちがツリガネムシとかが、分解して消費してくれます。ところが窒素が十分に処理しきれなかったんですね、これまでは。でそうすると窒素分が、東京湾とかに流れ込んでしまう。でそうすると不栄養化の原因となったりすると赤潮とかの原因となっているので、1980年代まではこの炭素だけを除去すればいいという発想だったんですが、1990年代以降ですか、やっぱり窒素分も、除去したから、海に放流しようという流れになりまして、高度処理という流れになりました。で高度処理というのはこの窒素を除去しますということですね。あとリンというのもあるんですけど、窒素とリンを除去すると。でその窒素を除去するときに実は亜硝酸菌、硝酸菌、脱窒菌というのを使ってるんですが、それは実は普段土壌中でこうやってる流れに近いことをやってるんですね。
というところです。で、実はそれぞれにさらに面白い話があるんですが、まあ一点だけもう一つ追加しておきます。窒素の循環で、これですね、さっき少し、例外のものがあるって言ったけど、窒素ガス、この硝酸イオンとかを窒素ガスにする、ものとか、あるいは窒素ガスから硝酸を、アンモニウムを吸収する、この空気中の窒素ガスとのやり取りをしている生物がいるんです。この硝酸イオンを窒素ガスにするのがダッチツ菌、そして窒素ガスを、アンモニアにしていくのが根粒菌などのマメ科に共生している窒素固定細菌というものです。で、これ自身もまた深い世界があるんですけど、実は、このダッチツ菌というものが、この特に、東京湾に流れ込む生活排水の中の窒素分を空気中に放出してくれるわけですね。ということで、このプロセスの中にもダッチツ菌が入りますね。ダッチツ菌を活用して東京湾に硝酸分を流し込む、硝酸分、アンモニア分を流し込むだけじゃようにせずに、下水処理場から上部に、空気中に、普通の窒素ガスの一部として、出していくというのが今の下水の高度処理の流れで、そこにも微生物たちが活躍しているということで、私たちの生活は窒素循環と、微生物の協力というもので、成り立っているということを、この機会に知っていただければと思います。で、またここら辺はそれぞれ、独立に深く話ができると思いますので、また機会があればしたいと思いますけど、本日はここら辺にしたいと思います。それではご清聴ありがとうございました。